私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。黒島ケツナ、黒詐欺、続編ドラマ出演、キンプリ平野紫耀と共演情報。ちむどんどん終了直後の10月期放送化。今年10月期に漫画、黒詐欺、が再び実写ドラマ化され、キンプリこと、キング&プリンス、の平野紫耀さん、平野翔25歳、が主演。ヒロイン役には女優黒島ケツサイさん、黒島結衣が25歳が内定したことをニュースサイト日刊大衆が伝えています。黒島ケツサイさんは現在 NHK 連続テレビ小説朝ドラちむどんどんでヒロインを務めていますが、今後のスケジュールについて制作会社関係者が5月20日と6月24日に連続公開となる平野ジャンプの山田涼介さん主演の映画、鋼の錬金術師完結編復讐者スカーと、完結編最後の錬成にも出演する売れっ子ですが、さらに、実は、今回の朝ドラ終わりですぐ10月から放送が始まるキング&プリンスへの平野紫耀さん主演の連続ドラマ、黒詐欺、TBSK のヒロイン役にも内定しているそうです。と明かしています。10月期に放送予定とされる黒詐欺は2003年から2013年にかけて週刊ヤングサンデーやビッグコミックスピリッツで連載された同名漫画が原作で、2006年4月期に山下智久さん主演で実写ドラマ化され、ヒロイン役を堀北真希さんが演じました。全11話の期間平均視聴率は 15.7% と高視聴率を獲得し、2008年には映画化され、最終興行収入は17億円超えのヒットとなりました。黒詐欺の続編情報は2020年10月に、週刊誌週刊女性が伝えており、前作に続き山下智久さんが主演に起用される予定だったものの、山下さんがジャニーズ事務所を退所したことで計画が白紙になったとしていました。それから1年後の昨年10月に、週刊文春が黒詐欺の主演にキンプリの平野紫耀さんが内定し、2022年にドラマが放送予定との情報を伝えていたのですが、これに対してネット上では賛否両論となっていました。そして新たにヒロイン役には黒島ケツサイさんが内定していることが報じられ、ネット上の反応を見てみると、え、平野紫耀で黒詐欺って本当なの？しかも黒島ケツナなの？紫輝くん黒詐欺やるの？疑問符？これ本当？黒島ケツサイちゃんがヒロイン。簡単符？公式ですか？疑問符？黒詐欺本当なのかな？だとしたら、翔廉と共演の黒島ケツサイちゃん強すぎる。風間との時かけの印象が強いから、平野との共演が想像つかない。永瀬とも共演してたし、キンプリに一目買うん、なんだろう、うん。紫耀くんの黒詐欺ヒロイン黒島ケツナなのから、あんまり好きじゃないんだよな。黒詐欺平野本当なのかね。それにしても、翔廉と共演できる黒島ケツサイ羨ましい www などの声が上がっています。黒詐欺の続編情報は以前から複数のメディアに報じられている一方、ヒロインを黒島ケツサイさんが演じるとの情報は現時点で日刊大衆のみが伝えており、真偽のほどは定かではありません。ただ黒島ケツサイさんはジャニーズ御用達女優の一人で、実写映画鋼の錬金術師で山田涼介さんと共演しているほか、昨年放送のドラマ流れ星でジャニーズベスト桐山翔士さん、ひくまでジャニーズベストの重岡大毅さん、市役所で時を松岡正弘さん、フライボーイズフライ僕たち子始めましたでキンプリ永瀬廉さん、世にも奇妙な物語でキスマイフトに玉森裕太さん、時をかける少女でセクシーゾーン菊池風磨さん、ごめんね青春や侍戦生で元関ジャニ∞の錦戸亮さん、映画プリンシパルでジャニーズベストの小滝のぞみさんと共演するなどしています。黒島ケツサイさんはこれまで様々な作品でジャニーズタレントと共演し、ジャニーズ事務所からの信頼が厚く、平野紫耀さんと
クロサギで共演するというのもほぼ確定情報なのかもしれないですね。黒島決裁さんは2020年6月にフライデーによって俳優高良健吾さんとの熱愛交際がスクープされ話題になりましたが、現時点で週刊誌に男性関係を報じられたのはこの一度だけで、比較的クリーンなイメージを持たれていることもあってか NHK からも信頼されていて、この8年で朝ドラや大河ドラマなどを含めて10本以上の NHK ドラマに起用されています。そしてちむどんどんで人気知名度がさらに上昇後、ヒロインを演じるというクロサギに大きな注目が集まるのは間違いなく、平野紫耀さんとのコンビで視聴者を引きつける良い演技を見せてくれることに期待したいですね。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。